はい、それではね、2つ目、今度は胸椎の伸展という、わかる？伸展って何ですか？伸展で、ね、簡単に言うことで胸張る、この背骨をね、反らせる、この動き伸展と言います。はい、でね、ちょっと横向いてもらえる？この肩を、あ、横だな、肩を上げるとき、ね、一見この腕の骨が、腕の骨だけがこうやって上に向いているようなんだけども、この動きと一緒に実はこの背骨が反っていく、この伸展という動きが、要するにちょうどこの辺りの時にだんだん背骨が伸展しています。お風呂は柔らかいけどね、簡単に上がる。簡単じゃないです。簡単じゃないでも言われるとこう反ってるなって分かります。例えばこういう伸展が落ちた人は、はい、腕が上がりにくくなっちゃう。そうですね、肩だけの問題ではないというところで、ね、それをじゃあちょっとテストやってみます。はい、ここにね、仰向けで、見てください、膝を立てて、はい、では、ね、じゃあ左手からいきます。でその左手のこう、こういう、そのままギューッと上に上げてみましょう。もう何でもないよ。もうちょっと行くね。それくらいが結構マックス。はい。じゃあ左、あの右手も行ってみましょう。はい。この位置を変えずにまっすぐ。そうだね。でもこっちの方がいかないかもしれない。今はこれベッドでやってるから、なんとなくこの辺が曖昧になってるけども、これ床でやった場合には床に手の甲がタッチできるから、これが一つ目安になります。はい、これ注意点あると思う。どこですか？注意点一つだけあります。はい、プロのようにやっぱり体が柔らかいとあんまり影響しないんだけど、実はね、腰痛を抱えてる人、腰が痛い人はよいしょよいしょ、って腕を上げると腰が反っちゃう。そうなんですよ。なのであまり反動を使ってやらないで、できたらこうお腹をグッと力入れといて、それで上げてあげると、そうですね、テストで腰を痛めてもいけないので、そこだけ注意してください。はい、じゃあ起きてください。はい、そしたらね、先ほど胸椎の伸展のテストやってもらったけど、はい、さっきそんなに何でもなかったよ。大丈夫でした。でもあの背骨がね、あの反る動きがあると、はい、例えば、これはもう肩だけではなくて、テイクバックも、それからフィニッシュも、こういうところに効果を生み出すので、ちょっと初級編としてね、はい、家でもできるようなものをご紹介しようかなと思います。で、こういった、まあ、フォームローラー、ストレッチポールとかですね、ご自宅で、持っている方はぜひこれを利用していただいてもいいんですが、あんまり手がほとんど床につかなかったよ、ちょっと上げるのもきついなという方には、こういったストレッチポールでやるのもいますね。でね、結構つらい辛いです。そういう方のために今日はね、持ってきてくれました、はい、自前のタオルを。じゃあこのタオルを使ってちょっとやってみましょう。はい、じゃあロールケーキ、ロールケーキ、切り口は綺麗な、はい、ロールケーキ、はい、でね、やはりさっきと同じように腰掛け反ってしまうと痛いってなってしまうので、こうやって膝を取ってやってみましょう。はい、これはどの位置がいいですか？これはね、実は一箇所じゃないです、うん、まず最初は少し下の方から、はい、うん、始めましょう。腰のちょっと上ぐらい。そうですね、はい、はい、で、これだとほとんど効いてない。はい、じゃあね、このままね、バンザイしてみましょう。両手でバンザイ。はい、そうです、はい、では戻します。はい、そしたらこのポールを、ポールじゃない、タオルですねじゃあタオル、タオルをもうちょっと上にずらしましょう。はい、こうやって場所をね、少しずつ変えてみます。はい、それでバンザイします。はい、はい、もう一回、もうちょっと、はい、腰大丈夫？はい、はい、はい、じゃあ一度起きてください。これでもやってみる、やってみます。はい、これはちょっときついね。これはまあ硬さもあるから大きいし、はい、多分プロは大丈夫でしょう。うわー、でも結構伸びます。てか、これでお尻が浮いちゃわないようにってことですよね。で、膝は
膝を立てて、膝を立てて、ああ結構、うん、痛い例えばこの動きで膝をこうやって少し揺らせてあげるとか、手を動かすとかっていうちょっとものもあるんですけど、うん、まずはあまり複雑な動きはせずに、はい、これで万歳を入れるのか、はい、で戻します。呼吸はどうする？今止まっちゃいました。止まっちゃいました。じゃあね、息吐きながらやってみましょう。はい、 OK です。じゃあちょっと起きましょう。はい、じゃあ次ね、はい、例えばプロみたいにちょっとこう柔らかい、はい、じゃあつくんだけど、うん、もっと胸椎の振動を出していきたいなというちょっと上級編になります、はい、でこれをそうして両手で持って万歳します、はい、これはタオルでもいいんですね。実はタオルでもいいんです。なんだけどゴムみたいに伸びる方がちょっとやりやすい。じゃあバスタオルとかちょっと大きめの、うん、ゴムがなければタオルなければ、はい、代用してください。でこのままじゃあちょっと背中を受けるように立ち上がっていただいて、うん、動きとしては、ちょっとスクワットちょっとはい、で肘を曲げることによって肩甲骨を動かして、はい、10回いきましょう。この動作をしているときに、はい、下がったときに胸椎が伸展していきます。どうですか？伸びてます。実はもっといっちゃう。いっちゃいます。いいですか？ちょっと前回にやってますか？じゃあ前回いきます。はい、これはやりすぎだね。ね、なかなか一般的な柔軟性ではない。得意技です。はい、はい、大体回数どうだろう？10回ぐらいいいと思います。うん、10回ぐらい、うん、背中が動く感じ、うん、胸が広がる感じ、結構感じれると思います、うん、これはよくあのツアー会場とかでも、うん、ゴムチューブ ね、うん、使ってプロの方がやってると思うんだけど、はい、まあ、なかなか一般にはまだ止まっていないのかもしれないけど、うん、ぜひご自宅でやってみてください。